皆さんこんにちは、ほっしーです。今日も一緒にやっていきましょう。今日の動画ですね、今後のイベントで搭載される選手、そちらについて見ていこうと思います。一応ネタバレ注意になってくるので、もしね見たくない方はここで動画閉じてくれるとありがたいです。では早速見ていきましょう。じゃあ見ていくんですけど、まあ、いつも通りね、韓国版の画像とか、あとはねグローバル版で来てる画像を元に紹介していこうと思います。なんで、まあ、日本版で絶対来るってわけじゃないんで、そこだけご了承ください。でまず一つ目見ていきましょう。こちらホールオブレジェンドということで、こちらはグローバル版で来てるのかな。チェクとかロナウド、ファンデルサール、ファーディランドとか、まあ、結構いつも通りのメンツかなと。エトーはね久しぶりにいる感じがしますね。あとはネドベド、ファンペルシーとか、ハジもね結構使われてる人多いんで、ここも楽しみになってくるのかなと思います。あとは目玉で言ったらブラジルロナウド、まあ、これもねいつ来たっけ最後、125678ちょっと忘れちゃったけど、最近来てないんで、これもね搭載あればかなり楽しみかなと思います。では次の搭載予想選手見ていきましょう。こちらはい、ユーロベスト11となっています。まあ、これはね結構今週来るんじゃないかと言われています。まあ、これもグローバル版の画像を元に紹介していくんですけど、前からムシアラ、ニコ・ウィリアムズ、ヤマルで、中盤がファビアン・ルイス、ダニ・オルモ、ロドリ、最終ラインがククレジャ、サリバ、アカンジ、ウォーカー、キーパーがメニャンということで、まあ妥当の選出かなとは思います。ただね、イングランドの選手準優勝なのにウォーカーしかいないっていうね、フランスが2人もいるもん。注目選手で言ったらやっぱヤマルね、125かな今ユーロのやつが。それじゃなくてね、さらに高い奪われてくるんで、ヤマルファンはこれたまらないのかなと思います。じゃあ軽く現在ねユーロイベントで搭載されてるこの11選手の能力見ていきたいと思います。まずはメニャン、スキルブースト反射神経か、まあ、これ悪くないのかなと思います。まあ、身長も高いしね、かなりこれも強そう。次はウォーカー、スキルブースト冷静沈着、まあ、逆足にだからね、これがね上がってくれると嬉しいのかなといった感じです。次はアカンジ、スキルブーストは鉄壁か、まあでも能力高いしこれかなり強そうだね。若干身長低いの気になるけど悪くないのかなとは思います。次サリバ、スキルブーストパワーか、ちょっとこれ微妙だね。まあ多分ねベスト11で来るってことはスキルブーストも変わってくると思うんで、そこまでね気に留めなくてはいいのかなと思います。次はククレジャ、スキルブーストがクロス、まあこれも悪くないのかなといった感じです。でも身長低いな、そうなってくるとちょっと使えないのかなといった感じです。次はロドリ、これかなりね目玉かなと思います。まあ、十分ね129でもう強いけど、多分スキルブーストも変わるし、ワンチャン個人技も変わってくるんで、これも楽しみかなといった感じです。次はダニオルモ、スキルブーストがフリーキック、ちょっと微妙かな、ただ能力はめちゃくちゃ強いね。個人技ルーレットだし身長低いんで操作感もなさそう。逆足後になってくれたら激アツかなといった感じです。次ファビアン・ルイス、逆足3なんだね、これが4か5になってくれるとかなり強そう。個人技ダブルタッチとかできたらなおさら激アツかなと思います。スキルブーストはマエストロ羅針盤希望ですね。次はニコ・ウィリアムズ、スキルブーストオフェンスマスター、まあ、これはねめちゃくちゃ強そう。やっぱ逆足後っていうのもいいし、個人技使いやすいし、なんならスキルブーストはねオフェンスマスターのままでも十分強いんで、これ楽しみ。次がヤマル、まあ、これが一押しだね。全然ね逆足4の可能性もあるし、まあ、多分個人技ダブルタッチはね変わらないと思うんで、125使った方はねもし来たら乗り換えてみてもいいのかなとは思います。これは期待して待ちましょう。最後ムシアラ、まあ、登録が CM だからねワンチャン CF とかで来るのかな、これもし来るとしたら。逆足も5あるしめちゃくちゃ強い、個人技ルーレット特性もいいと。でスキルブーストオフェンスマスターも悪くないですね、これもめっちゃ強そう。ざっと選手紹介していったんですけど、かなり楽しみですね。ただね来るとしても130131も多分ないかな、129130で来ると思うんで、もしかしたら UTOTS 使った方は乗り換えるとかないかもしれないんですけど、まあ、それでもね130とかめちゃくちゃ強いと思うんで、搭載あればぜひチェックしてみてください。そしたら最後見ていくんですけど、この最後がねめちゃくちゃ目玉で、今ね搭載されてない新レジェンドが来るかもしれません。
画像がこちら。しかもこのさ画像韓国版なんで相当ね来るの濃厚。だいたいね韓国版のエクシモバイルで来たやつは来るんで日本版で、だからねほぼほぼ来ると思っていいのかなと思います。メンツ激アツでしょ。マラドーナ、ベッケンバウアー、アドリアーノ、ダビド・シルバー、多分これグアルディオラだよな CDM のスペインって。であとエジル、アグエロ、ロッペン、ピケト、やばくない？結構さみんな待ち焦がれたロッペンとかいるし、あとマラドーナ、ベッケンバウアー、この2選手めちゃくちゃ強そう。結構マラドーナってね身長低くて小回り効くタイプなんで、これ熱いね。まあとはロッペン、結構リベリはねバンバン来てるんですけど、ロッペンって来なかったんで、これがねやっとレジェンド枠で来ると、もしかするとねこれ以外にも搭載されるレジェンドいるかもしれないんですけど、まあ、この9人はかなり激アツかなと思います。しかもね OVR も132-132マラドーナ、ベッケンバウアー、あとは130-127なんで、普通にね現環境のトップクラスは間違いないと思います。やっぱ新レジェンド来るだけでワクワクするんで、これもね楽しみにして待ちたいと思います。はい、ちょっと今回はね搭載されるかもしれない選手たちを紹介していったんですけど、まあ、一番最後に紹介したあの9選手はさっきも言ったように韓国版なんでほぼほぼ確定かなと思います。なんならね明日来るまである。でベストイレブンとかホールオブレジェンドに関してはちょっとねわからない、まあ、グローバル版の画像なんで、もしかしたら日本版には来ないのかなといった感じです。ユーロベストイレブンに関しても多分明日来なかったらもうね来なそう、ラストタイミングかなと思います。だからワンチャンね明日ベストイレブンと新クラスの搭載もあり得るし、もしかしたらこの新クラス最後に紹介したのは来週になるのかなとは思います。まあ、ただこうやってね新選手来る情報来ると心躍るんでね、ぜひ皆さんさっきも言ったように楽しみにして待ちましょう。ぜひねこの選手欲しいとかこの選手気になるとかあればコメント欄で教えてくれると嬉しいです。またね質問があればコメント欄の DM でよろしくお願いします。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。